人民共和国国务委员会委员长，朝鲜民主主义人民共和国武装力量最高。朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮民主主義人民共和国武力最高司令官である。労働党と国家武力の最高指導者、金正恩大統領は、6月4日、人民武力省で、朝鮮人民軍第1第7回軍人家族芸術サークルコンクールで当選した軍部隊の軍人家族芸術サークル員たちに会い、共に記念写真を撮りました。朝鮮人民軍指揮メンバーたちが同行しました。金正恩委員長は、軍人家族芸術サークル員たちがこれからも党の政策と時代の精神が強く示された新聞の歌で全社会に的な闘争寄付、躍動する生活の息吹を吹き込んだ誇らしい伝統を引き続き輝かせるものと確信し、共に記念写真を撮りました。そして軍人家族芸術サークル員たちに、いついつまでも忘れられない深い配慮を寄せました。敬愛する最高指導者金正恩委員長の朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議員第14期第1回会議での歴史的な出席演説、現段階における社会主義建設と共和国政府の対内外政策についての詳細が金正恩委員長の写真とともに、ラオスの新聞コリンタプパサソンラオに載りました。4日、朝鮮少年団創立73周年記念行事の代表たちが、何つでもかの偉大な金正恩大元帥と偉大な金正恩大元帥の銅像に献花し、敬意を表しました。4日、在日同胞祖国訪問団が、何つでもかの偉大な金正恩主席と偉大な金正恩総書記の銅像に献花し、敬意を表しました。朝鮮労働党中央委員会李義山部長をはじめ、党中央委員会の幹部と青年同盟の活動家たちが4日の夜、朝鮮少年団創立73周年記念行事の団長たちの宿舎を訪れました。世界禁煙の日に際しての討論会が3日、平壌の人民大学修道で行われました。保健医療部門、関係部門の人と、中長国連常駐コーディネーター、世界保健機関臨時代理代表など、国際機構代表部のメンバー、各国大使館員がこれに参加しました。討論会で発言した人たちは、タバコが非伝染性疾病の発生に決定的な影響を及ぼすことと、禁煙活動に関する社会の騒ぎ闘争を呼び起こすことについて述べました。参加者がタバコの問題化についての動画を見た後、禁煙研究府中所を見学しました。一方、この日、平壌と各道の保健知識宣伝官、貿易所で禁煙宣伝活動が行われました。中華人民共和国、ロシア連邦、ベトナム社会主義共和国の中朝特命全権大使と大使館員が3日、新年区域、長中友好特安共同農場、チャンリマ区域、長路友好コチャン野菜専門共同農場、サルアン市、チョソンベトナム友好農国共同農場をそれぞれ訪れました。一行は農場員の仕事を手伝って、田植えと畑の草取りをし、友好農場を厚くしました。そして農場に支援物資を手渡しました。朝鮮総連福岡県商工会のカン・チャル宿会長率いる在日同胞祖国訪問団が4日空路平安に着きました。朝鮮民主主義人民共和国外務省スポークスマンの談話、昨年6月シンガポールで行われた史上初めての朝米首脳対面と会談は、朝鮮半島と地域の平和と安定を図り、和解と協力の歴史の流れを促す上で大きな意味を持つ出来事だった。朝米首脳対面と会談で採択された6月12日朝米共同声明は、
山岳の敵対関係にある国々の平和と安定の主義を第一にし、そのための政策的入団を下しながら、に新しい関係樹立の道をつけられることを実証したことで、世界のすべての国々と人民の全幅の支持を受けた。国際社会が共に認めているように、朝鮮民主主義人民共和国政府はこの1年間、6月12日、朝米共同声明で示された新しい朝米関係を樹立し、朝鮮半島で永続平和システムを構築し、朝鮮半島の非核化を実現するために絶え間ない努力を傾け、戦略的結果を求められる実行措置を主導的にするなど、できる限りの全ての努力を尽くした。しかし、残念ながらアメリカはこの1年間、朝米共同声明の履行を故意に避け、我々の一方的な核放棄だけを固執し、我々を力で潰そうとの企みを一層さらけ出した。世界中の大きな関心と期待の中、ベトナムのハノイで行われた第2回朝米首脳会談でアメリカは核放棄が先だとの主張を通して潜在一秒のチャンスを逃すという最大の失策をし、これは朝米対話の展望に影を落とした。アメリカが朝米共同声明を履行しようとの真摯な姿勢と真面目な態度で問題解決を少しでも有益なことをしたなら、朝鮮半島の非核化問題も大幅に進展しただろう。朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長は歴史的な姿勢演説で、朝米間の根深い敵対感情が存在している条件下で、6月12日、朝米共同声明を履行するためには、双方が互いに圧倒的な要求条件を取り下げて、各自の利害関係に合う間接的な解放を見つけるべきであり、そのためには、まずアメリカが今の共産法をやめて、新しい共産法をもって我々に近づくのが必要だと述べた。6月12日、朝米共同声明は、世界と人類に朝米両国に公約したもので、双方が共通の責任を持つべき課題だ。朝米間の初の首脳会談で両国の首脳が署名した6月12日朝米共同声明を大事にし、これからも忠実に履行しようとの我々の立場と意思が変わっていない。しかし、対話の一方であるアメリカが自分の義務をないがしろにして固くなり、朝鮮敵視政策を引き続き追求するなら、6月12日朝米共同声明の運命は決勝ない。またはアメリカが我々の公明相談の立場にどのように応えるかによって、6月12日朝米共同声明が存続するか保護になるかが決められるだろう。歴史的な6月12日朝米共同声明の発表を1周年を迎え、アメリカは当然この1年間を振り返り、これ以上遅くなる前にどちらが正しい戦略的選択肢になるかを実行しなければならない。アメリカは今の計算法を変えて一日も早く我々の要求に応えるのが良いだろう。我々の忍耐力にも限界がある。主張108年2019年6月4日天安朝鮮半島の平和と繁栄統一のための国際行動機関を迎え、ルーマニア朝鮮友好協会が声明を発表しました。声明は7月27日天文所の宣言の採択は、朝鮮人民になって世界の平和を愛する人々の熱烈な歓迎を受けた。朝鮮半島での真の平和は歴史的な北と南の宣言が徹底的に履行されてのみ実現できる。日本共産党籍は朝鮮民主主義人民共和国の民族自主、民族自決、民族大団結の心からの呼びかけに応えて、北と南の宣言を正式に履行しなければならないと述べています。一方、文化朝鮮友好及び連帯協会は、朝鮮の統一支持、中南米及びカリブ海地域委員会のアピールを支持して発表した声明で、天文所の宣言はまさに、朝鮮民族が目指す平和と繁栄、自主統一の行く手を明らかにした国の統一の行動だ。
6月12日、共同声明の採択が平和を愛する世界の全ての人々に希望を持たせた歴史的な出来事だ。朝鮮半島の平和と安全のために戦え、朝鮮人民に固い連帯を送ると述べています。以上、この時間のニュース、オーヨンスク、諸存議をお伝えしました。こちらは朝鮮の高層層です。大量の主人公に日本北部の新保遠洋水産連合企業所は大型の万能漁船を有する遠洋漁業の拠点です。企業所では総合的な船舶修理と魚の加工を専門としています。704年2015年5月のある日、敬愛する最高指導者金正恩委員長が新保遠洋水産連合企業所を訪れました。金正恩委員長は漁労工たちが漁場の主人公になって魚をたくさん取るための方法を一つ一つを示しました。そして水産部門で海洋状態の変化に即して海洋魚を取るための方法を研究し、漁労を科学化すること、そして漁労工のスキルアップと漁労の経験を多く積むことについて具体的に教えました。分けても漁労工たちの生活に深い関心を向けました。金正恩委員長は漁労工たちは家を離れて数日数ヶ月も海で働いているので、その生活に関心を向け温かく顧みなければならない。そうしてこそ漁労工たちがより多くの魚を取り、いつも漁場の主人公、大漁の主人公になれると言いました。また企業所の物質技術の土台を築くための対策も講じ、ここの労働者たちが黄金の海の新しい歴史を創造するための戦いで先頭に立つようにと大きな信頼を寄せました。金正恩委員長の精力的な指導により、今新保遠洋水産連合企業所は屈指の遠洋漁業の拠点に発展し、全面生活の向上に大いに寄与しています。大漁の主人公に皇太子とお話ししました。民族性と文化生活。文化生活は人間の生活の一部分です。文化生活は高い文化の素養があって愉快に美しく高尚な生活を送る社会生活の一部にあたります。高い文化の素養と豊かな情緒があり、将来の幸せな生活を描き出して楽天的に文化的に生きようとの自主的な人間の要求を満たすのが他ならぬ文化生活です。全ての民族に固有の生活情緒があり、それを表す芸術の形式があります。昔から清らかで純潔な、また高尚な思想感情と情緒を持つ諸村人民は、優雅でしとやかな柔らかい歌と踊り遊びを好んできました。文化生活で民族性を生かすというのは、文化生活に体現されている自民族固有の優れた特性を保存し発展させ、それを徹底的に具現していくことを意味します。文化生活で民族性を生かすのは、社会生活の他の分野でも民族性が速やかに具現されるようにし、民族性が高く発揚される社会主義強国の成功裏の建設を積極的に後押しします。文化生活はまた民族性を集中的に表す重要な分野です。それは文化生活が民族性を全面的に体現している民族文学芸術の伝統に基づいて行われるためです。民族文学芸術作品の価値は、それが自国民の民族性、生活を正しく反映しているのか、表現にある民族的な味の有無いかんに大きく左右されます。それで文化生活で民族性を守れば、全ての人が自民族固有の優れた特性を集中的に認識することになり、自民族が一番だという誇りと自負もより大きくなります。文化生活で民族性を
を生かしていくのは社会生活の全ての分野で民族性を守るため優先的に提起される重要なことです。常に人民の文化生活に深い関心を持っている敬愛する最高指導者金正恩委員長は社会生活の各分野で主体性と民族性を極力生かしていくよう正しく導いています。金正恩委員長は民間伝承の祝日をスケール大きく記念する伝統を守るようにし、このような日に諸村相撲や十打遊び、能楽の舞などの伝統の遊びをするのを奨励しています。そして文学芸術部門で民族性を生かすために指針となることを教え、諸村の踊りや民族楽器も積極的に発展させるよう深い関心を寄せました。金正恩委員長の祖国愛、民族愛の政治、民族自主の政治によって今諸村では固有の優れた民族的な文化生活が極力生かされており、民族の優秀さは日増しに開花しています。民族性と文化生活についてお話ししました。